みんな、早速盛り上がってるね。ああ、あれは極性七不思議の一つ。え？田所、なんでそんな格好？お？だって浴衣なんて着てちゃ。卓球になんねえべさ。俺の知ってる田所じゃねえ。じゃあ、私のサーブですね。先輩、ちょっと待ってください。やばいです、やばい。うりゃ、甘いんだよ。うれ、うれ、うりゃ、うん、うん、卑怯な。極性で恵みを脅かす者がいるとすれば、それは一色先輩ただ一人。そげ、一色先輩はつぶだクラバーでの返球を織り交ぜることで恵みを揺さぶる算段のようね。だけど恵みは確実にニュートラルに戻ってるし、フォアへの回り込みも怠ってない。さすがだよ。何言ってるかわかんねえ。地平線の彼方まで。来るぞ、ガラガラ攻め。来る。スーパーファストレーダーと思わせてショート。よっしゃい。ふざけた真似しやがって。ガチャいいんだが、ガチャ。うわっ、よっ、よっ、おい、しゃー。俺の得意分野で攻める。国旗に月のマークが入っている国の名前、マレーシア、チュニジア、アルジェリア、パキスタン。マレーシアしか知らねえし俺。何者なんだよこいつら。もういいよお前らの勝ちで。お待たせ、ムネムネ。なんだその打ち方。このサーブは、決まった。これなら左右どっちを狙われても対応できるのだ。んじゃ行くよ。よいせ。おぬし、やりおるな。左手は使わんのかい。
うん。